い、こんにちは。日本改革党くつざわです。生ハゲの息子と姉様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月29日17時、池袋近辺メール党員暴飲忘年会、定数残りわずかとなりました。ご応募お早めによろしくお願いします。大谷翔平1000億円契約が超異例。結局は10年間働いて1000億円な、っていうことらしいんですけれども、2033年まで毎年3億円もらう。で、退団後から2043年まで毎年97億円もらうっていう契約で、延滞にですね、利子もつかない、まあドジャースに有利すぎる条件だわな。この契約内容が超異例で、アメリカで、なんでこんな契約って、ちょっと大話題になってるみたいであります。ロサンゼルスタイムズ、大谷はお金に執着がないっていうようなことでした。10年間ドジャースで選手をやる。その間は3億円ずつもらう。辞めた後10年間、97億円ずつもらい続ける。何のメリットがあるのかな。なんか大谷にメリットなさそうなんですけど、これ女よけかもしんないな、なんてちょっと思いました。今大谷にアタックかける女が非常に多いんだって、アメリカの。まあそりゃそうだよね。それでね、毎年この人100億円ずつ球団からもらってるなんて言うと、ますます女がアタック激しくなっちゃって、世論です。もう大谷を総理にしよう。広告だけで毎年10億円ぐらい稼いでるから問題なし。早めにもらって運用しないのか。早めにもらって運用しないのかな、本当に。毎年100億円もらってですね、まあ1億円で生活して99億円投資したら、あれじゃないの、普通の固い株でも年間4億円ぐらい配当稼げんじゃねえの ?4、5% で、金を使う暇がないんだろう。はい、払い終わるまで球団が傾いてないといいが、これも心配ですよね。なんせ払い終わんの20年後っちゅうから、これも心配だよな。20年後支払いが終了じゃ、インフレで価値が半減してないか。ドジャースはインフレになれって願ってることでしょう。年収97億円って税金いくら取られるんだろう。半分かは硬いですよね。半分取られるのは硬いですよね。まあこれでですね、金に綺麗っていう評判得ましたね。これでまた好感度アップで CM スポンサー増えちゃうな。評価経済っていう言葉ありまして、イメージ大事ですよね。何よりも。2033年から働かずに年俸97億円だが、帰国して日本に納税してくんないか。ちょっと虫良すぎるか。まあアメリカで野球続けんだろうな。野球、やれてればハッピーぐらいの人みたいですからね。まあそんなの虫が良すぎる、願いなんですけれども、2033年から毎年97億円の収入がある人が日本に住んでいたら、ああというですね、ことなんですけどね。いずれにしても20年後のドジャースに支払い能力ありますように。日本ではすでにですね、若者の野球離れ、ですしね、野球人口減っている。高校の野球部なんかも存続が怪しいところが徐々に出てきた。大変なんだって、親の負担が。遠征とかさ、付き合ったりなんかしてね、日曜も試合だなんつって、特に連れてったりなんかしてね、親の負担も大変だし、子供も減ってるし、まあサッカーでもバスケットボールでも、他にスポーツいくらでもあるし、あとはスマホでスポチポチゲームやってた方がいいやなんていう若者も増えてるみたいだし、多子世帯大学無償化、続報、現在対象は、育児世帯の1割程度だって、1割程度、子供いる家庭の1割程度が3人いるのか、無償化は真っ赤な嘘でした。公立は54万円、私立大学は70万円補助する、短大専門学校、専門高校の4年5年の学費は全額免除する、全額補助するでした。真っ赤な嘘でした。なんか意味もなく、専門学校、
行くようになりそうだな、意味もなく高校卒業して専門学校、なんか声優専門学校とかわけわかんないところ結構あるみたいですけれども、声優で食ってけんの人握りだったよ、特に男は。世論です。無償化とは学校業界のお友達に配りたいんでしょ。5年後には立ち消えていそう。大学利権のための政策、何でも利権化、無用な大学減らして全ての子供を補助した方が効果あるだろう。大学からのキックバック目当てでしょ、バカ大学の延命が目的と、公立54万円私立70万円の補助だったら学校側はその分値上げして終了じゃないのかな、まあ、9割は違うっていう。これらの少子化対策じゃなくてですね、天下りのためのバカ学校延命なのが目的なのはみんな知ってますね。さらにこの案ですね、一人でも社会人になって3人扶養じゃなくなると下の子の補助が消えるバカシステムであることが判明。本当にバカですね。それじゃあね、三つ子しか、恩恵ないじゃない。本当にバカだな本当の本当にバカだな自民党って、思います。三つ子しか恩恵ねえ本なんてね、世論です。Y 独身、高みの見物。見物してる場合じゃないのこの人。毎年産んでも3年分は補助が消えるのか。上の子がわざと浪人して下の子と同時入学とかになりそう、全員が卒業するまで無償化じゃないのか、普通こう思いますよね。3人子供がいるとこは下の子がもう大学卒業まで無償化、学費補助って普通考えますよね。大学に金を渡すのが目的の悪性、長男次男は留年し続けて三男を助けるのだ、同時卒業だったらこれいけますわね。今時長男優遇はないわな。そういうね、留年すとか浪人すとか調整しないと三つ子しか、長男しか優遇受けられないっちゅうね。なんでこんなバーなこと言ってるよ。じゃあなんかね、立ち消えになりそうですね、これ実行されずに。何こんなバカなことって、数々のバカな点を指摘されて、今必要なのはですね、定員割れを留学生で延命しているようなバカ大学潰しですよ。その分ですね、公立大学の定員を増やしてですね、で入学試験を3科目にしろ、文系理系、英語国語数学ぐらいで受けられるようにしろよ。A、数、理でもいいけどさ、あとは国、A、社ですか、5科目ですか、5科目オールマイティにできなきゃいけない、入れないっていうのやめろよ。私麻布十医大学というところの出身ですけれども、まあまあ3年の初めぐらいかな、高校3年の初めぐらい、麻布行くかって思った瞬間からですね、社会と国語の漢文古文勉強しなくなりました無駄だもんだって。だからさ、国立大学も、まあ、都立とか県立大学でもいいけど、公立大学は3科目で受験できるようにしろよ。そんなね、弱点ないものが選ばれるようなシステムは良くないよ。だってね、漢文からきしだけど、物理はすごい得意っていう、こう、漏れちゃうじゃん。国のためになりそうな将来。で、公立大学の学費を半減、もしくは無料にする。これでいいだろ。天下り先を延命させたい、あわよくば増やしたいっていう邪念が混じっから変なことになるんですよね、これね。そのうちですね、バカ学校延命のため留学生50万人受け入れとか言い出してですね、なんせ文科省はね、前川喜平みたいなやつがトップだったとこですから信用できないんですよね。岸田総理記者会見、子供関連予算は 3.6 兆円規模となり、スウェーデンを抜き OECD トップになりました。これが言いたいためだけに国保税値上げですか。何 ?6000 円値上げしますとか言ってましたよね。世論、働いたら負け、外国人が増えるだけ、そのためがっつり増税します。増税したら元も子もない、子供も親も増税されるからきつい、他国への無償支援をやめて子供に回せ、全部無駄になるのが自民流と。
スウェーデン抜いたからなんだってんだよと、いう話ですよね。学費補助じゃなくて、だから公立学校の学費減額せえよ。そもそも高い学費がステータスの私立大学は、金持ちがステータスのために勝手に行って喜ぶんだから、補助すんなって話。子沢山の外国人世代ばっか優遇にありつけて、気がつけば外国人ばっかしが増えていく未来しか見えないんですけどね、私には。今月の NHK 調査発表、内閣支持率 23%、過去最低、やっぱりね、自民党支持率 29.5%、マイナス 8.2%、パーケン裏金脱税疑惑が聞いて、だいぶ下がりましたね。自民党の支持率が大幅ダウンということでね、世論です。試験です。支持できない理由トップが政策に期待できないでした。政策が最大の商品じゃないの、政治家って。もう致命的ですね。NHK 調査で自民党支持率が 30% 切ったのはですね、2012年、政権奪還後初だって、コロナでズダボロだった菅政権もここまで落ちたことはなかったみたいで、岸田は偉業を成し遂げた。みたいですね。偉業を成し遂げた。ここまで自民党を道連れにして不人気となると、そろそろ岸田おろしが始まるんでは。こいつとツーショット写真のポスターでは選挙に勝てないですよね。次の総理は無派閥の小泉進次郎と予想します、私。だいぶ派閥のイメージ悪くなったしね。おぼろげに浮かんできました。総裁選挙は得票が多い方が勝つんですよ。とか言いそう。これですね、長嶋茂雄も天然じゃないですか。天然。ある試合の解説やった時にですね、この試合は多く点を取った方が勝つんですよ。がなんか言っちゃって伝説となっておりましたけれども。今日のその他のニュース、朝日新聞。いやー、松井一実広島市長が職員教育に教育直業使ってるーって発表してました。朝日はですね、親に孝行、兄弟仲良く、夫婦は協力し合い、友を信じ、慎み深く、学び、手に職をつけ、徳と才を磨き、世の中に尽くし、公のために勇敢に尽くしましょうが、気に入らないみたいですね。ということは、朝日はですね、親不孝して、兄弟憎み合い、夫婦は断絶、友は作らず、傲慢で怠け、学ばず、世に尽くさず、公に歯向かいましょう、っていうのを、推奨してんのかな。なの地獄やんけ。朝日はそれとも、こんなやつばっかなんかな。親不孝で、兄弟仲悪くて、夫婦も仲悪くて、傲慢で、怠けもんで、っていうやつばっかなんでしょうか。朝日新聞社員の皆さんは、いなくなってもいいな、こんなやつらな。日本から。トヨタ絶好調。生産が間に合わず、アルファードやアクアなど、10車種で販売制限。もう売れません。売ってません。ランクル、納車まで5年待ちとか、入手する頃はモデルチェンジとかになってそうだな。ヒュンダイ自動車、電気自動車で日本市場に売り込み、殴り込み、複数のラインアップを投入した結果、販売台数前年度比 10% 減少。キリストは韓国人らしいし、宇宙の起源は韓国らしいから、いいんじゃね、それで。いいんじゃね、それで。国内最高齢、辰巳ふささんが、今日12日、老衰で死亡。まあ、老衰以外の理由もちょっと思い至りませんけどね。116歳ですって。116歳。現在、100歳以上の日本人は約8万人。人生100年時代、比率的になかなかそうはなれないみたい。8万人しか100歳になれない。今の日本でも、ということで。自分が行ってる床屋さんね、78歳の男性、まあ、私が切ってもらってるのは、その店長の、めいっ子さんなんですけれども、髪黒黒してるんですよ。年齢聞いて驚いちゃった、若くて。声も元気で、背中も曲がってなくて、羨ましい。そういえばですね、ダスティン・ホフマンって、役者さんご存知ですか？トム・クルーズと兄弟で、自閉症のレインマンとかですね、ダスティン・ホフマン。年取って、演技に自信なくして、何年か仕事やってなかったんて。で、休んでる間にですね、東京に来て、寿司屋で飯食ったと。
そこの大将が80歳で元気に寿司握ってて、それ見てですね、元気出て俺もやったろ、年齢は関係ないって思い直して、監督、映画監督で復帰したそうで、何が言いたいかっていうと、私はいつまでも働いていたい方なんです。いくつになっても、まあ早く休みたい、引退していって方も多いでしょうけれども、私はいくつまででも働いていたいなーって思う方なんです、いう話でした。というわけで忘年会、残り定数わずかとなりました。ご応募はお早めにお願いいたします。デトックスジャパン。